はい、こんにちは。今日もメールボックスに届いた案件を紹介していきたいと思います。メタマスクペイ CEO からのメッセージでございます。じゃあ、英語で書いてますんで、皆さんに見やすいように翻訳しますね。はい、こんにちは。自己紹介させていただきます。私は、ユン・ソムンです。 ま、中国名ですね。メタマスクペイサービスの代表です。この夏私たちのコミュニティはメタマスクペイのベータ版を発表し、この製品を宣伝するために主要なメディアキャンペーンを開始します。プラットフォームの利点は次の通りですということで3つ書かれてますね。手数料なしでイーサリアムネットワーク内の資産を譲渡する可能性。この機能は NFT アーティスト等に特に関係がありますと。2つ目、ユーザーを友達として追加し、それによってユーザーと通信し、 サービス内で NFT のトークンを交換する機能。つまりは、あの、楽天市場みたいな売買機能ですね。三つ目、NFT トークンの財布メタマスクを起動します。なるほど。使い方は簡単です。 紹介リンクで招待されたユーザーごとに30日間、個人のメタマスク有料キャビネットにステッカーが貼られます。このステッカーから2万 NFT のみをアカウントする独自のコレクションが形成されます。友達のプレゼントとしても売りに出すこともできます。開始価格は0.05、いい、いサリアムですね。 になります。ということでございます。このアップデートに興味があれば私たちに協力したい場合は、返信レターでお知らせください。ということでございます。じゃあちょっと今回はね、返信してみましょうかね。返信メールをこれから送って、ちょっと皆さんにお見せできるかどうかわかりませんけども、あの、追加でね、また、あの、返信がありましたら、お知らせしたいと思いますので、お楽しみに。はい、えー、とりあえずね、こういうふうに返信を入力してみました。えー、どういうふうに書いたかというと、 お申し出ありがとうございます。私のメディアから御社のプロジェクトを紹介できると思いますと、えー。契約のための資料を送付してください。よろしくお願いします。広島観光 CEO、久保哲郎ということですね。まあこれを返信するとどういうふうなあものが来るか楽しみに送りたいと思います。送信。はい、以上ですね。お楽しみに。